はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイルがまたまたお得なキャンペーンを始めましたので、そちらに関してお話ししていこうかなと思います。正直ね、YouTube を上げている YouTuber 側からすると、まぁ、あ、ちょっとね、痛いかなと思ってしまう部分もある、まぁ、あ、そんなキャンペーンにはなっているんですけれど、YouTube を見ている方からするとかなりお得なキャンペーンになっていますので、よかったら最後まで見ていってください。ではね、こんなキャンペーンが開始したかというと、楽天モバイルで Android ご利用の方限定、YouTube プレミアム月額1180円、3ヶ月間無料キャンペーン、こちらの方が始まりました。はい、まぁ、あ、一番最初にね、言っとこうと思うんですけど、 楽天モバイルで android ご利用の方限定って書いてあるんで、まあ、ルルカのチャンネルね、見てくれてる人の中にも iPhone で楽天モバイル使ってる方も多いんじゃないかなと思います。実際ね、ルルカに関しても iPhone で楽天アルミットを利用しているんですよね。なんですけど、android でご利用の方限定とは書いてあるんですけれど、動画を見てくれてるね、楽天モバイルを持ってる多くの方に関しては、まあ、それこそね、iPhone プラス android を持ってる方っても多いんじゃないかなと思います。普段 iPhone で使ってるんだけど、一応 android も持ってる。まあ、そんな方からすると、android さえ持っていて、まあ、こちらの設定さえしてしまえばね、その後に iPhone を使うってことは可能になっていますので、android ご利用の方限定って見てしまうと iphone 使ってる方とかに関しては使えないんだなと思う方もいると思うんですけどまあ実際問題ね android 持っていれば設定はできますのでそれだけはね覚えておくといいんじゃないかなと思いますそしてもうねこの時点でているんですけど youtube プレミアム等のサービスを初めてご利用のお客様に限りますってことになっていますのでまル、あ、方に関してもね youtube プレミアムもう入っています入っている方に関しては残念ながらそこからねじゃあ3ヶ月間だけ無料にしますよとかにはなりませんなのでまあその辺だけ残念かなと思うんですけどまだね youtube プレミアムを使ったことがない方に関しては非常にお得なキャンペーンが 始ままっっっったたたたんんじゃななななないいいかかととと思いますす他の、ね、キキャャリアアだったりででも最近、ね、YouTube プレミアムがが何ヶ月間無料にるるみンンペーンをやっててころが多くなってきたんですけど楽天モバイルはね、そういうのがなかったんですけど、いよいよね、楽天モバイルを使う方に関しても、YouTube プレミアムがね、3ヶ月間無料で使うことができるって形になっています。しかもね、このね、無料で利用することができるだけじゃなくて、プラスアルファの特典もありますんで、まあ、それに関してもね、後ほどお話しますので、よかったら最後まで見ていってください。それではね、ちょっと内容のを見ていこうかなと思います。楽天アリミット6をご利用の製品で、YouTube プレミアムにお申し込みいただくと、3ヶ月間無料で利用できるキャンペーンで android 搭載のスマートフォン、タブレットからお申し込みいただけます。iPhone は対象外っていうことで、まあ、先ほども言った通りね、iPhone は対象外。なんですけれど、楽天アリミットの SIM って別に iPhone、Android を分けているわけではありません。なので、まあ、それこそね、楽天アリミット入った時に、まあ、無料でね、楽天アリミット端末が手に入る場合もあったりとかすると思うんだけど、そのね、端末を使って今回申し込みすることによって、普段ね、iPhone を利用している方でも、とりあえずね、Android で登録すれば OK って形になっています。またよくある楽天アリミット、入る際にね、同時にやることによって無料になるみたいな、そんなキャンペーンじゃないので、これから、ね YouTube プレミアム 使おおうかかななななととと思思っっててていいるるる方ににに関しても3ヶ月間無料でででで利用すすすことができますのでまの、あ、非常に、ね、お得になってるんじゃ、まあ、YouTube プレミアムに関してのね、説明も入ってるんですけれど、まあ、ルルカもね、YouTube プレミアム入ってます。めちゃくちゃいいです。まあ、どんなものかというと、YouTube。まあ、今ね、皆さん見てくれてる動画、YouTube だと思うんですけど、こちらのね、広告がなくなります。申し訳ないです。ルルカの動画にもね、広告がポツポツ入ってるんじゃないかなと思うんだけど、その広告っていうのが出なくなります。そして、YouTube Music Premium。まあ、こちらを聞くことができます。ぶっちゃけ話し、ルルカは聞いていません。まあ、音楽好きの方はね、いいんじゃないかな と思うんだけど、まあ、ルルカあんま音が効かないんですよね。だいたい youtube 見るのに使ってしまってるので、音が効かないんであんまり意味ないんですけど、まあ音楽聴く方に関してはこちらね。無料で使うことができる。まあお得じゃないかなと思います。そしてこちらバックグラウンド再生、これ結構便利なんですよね。まあ一部ね。まあどうなんだろうね。微妙なアプリを使うことによってできたりとかはするんだけど、まあ、純正でね。バックグラウンド要は表にね。youtube を出していない状態でも再生することができる。これね。めちゃくちゃ便利です。で、そしてオフライン再生ということで、これもねルルカ使ってないんですけれど、家にはね。光回線とかが入っているなんだけど、まあ、外で使う場合。 あまりネットを使いたくない。そんな人に関しては、家で youtube の動画をダウンロードしておくことによって、外でネットを使うことなく再生することができるっていうところで。まあその辺もね。非常に便利じゃないかなと思います。まあ、ただしね。先ほど言いましたよね。ちょっと youtuber 側からするとね。微妙なんですけどねって言ったんですけれど、まあ、めちゃくちゃぶっちゃけた話にするとまあ、youtube ね広告の方が表示されます。で、この広告の方が表示されることによって、この動画ルルカに関してはね。お金がね。チャリンチャリンって入ってくるわけですよ。ありがとうございます。皆さんが見てくれるおかげでお金入ってくるわけなんですけれど、そのね。チャリンチャリンっていうのが YouTube プレミアムで再生した場合の方が。が ですよねその代わりと言っては何なんですけれど、まあ、ぶっちゃけた話ね世の中には広告を出さなくしてしまうようなんうんっていうものもあったりするんですけどそういうので見られてしまうとね何もルルカんとこにはお金入ってこないんですけど少なくてもね YouTube プレミアムで再生していただくと、まあ、多少お金が入ってくるというところで変なねアプリを使って見られてしまうよりはお得ではあるんだけど、まあ、広告ね普通に見てもらった方が高かったりするので、まあ、YouTube プレミアムがね流行りまくると収益下がっちゃうのかなっていうのはちょっとね複雑な部分もあるんですけど、まあ、実際問題ルルカもね YouTube プレミアム入ってめちゃくちゃ便利なアプリになっていますので皆さんもねまだ使ったことがない方は試し してみるとねめちゃくちゃいいと思うんですけど。そしてね、YouTube プレミアム3ヶ月間無料だけではありません。楽天モバイルなら、YouTube プレミアムで楽天モバイルキャリア決算を利用すると、4ヶ月目以降、要はね、3ヶ月間無料の後ですね。こちらに関して、なんと10%ポイント還元されちゃうよっていうね、お得な特典があります。こちらに関しては、先ほどね、3ヶ月間無料っていうのに関しては、もうすでにね、YouTube プレミアムが入ってる方に関しては、受け取ることができない特典になってるんだけど、こちらに関しては、すでに YouTube プレミアムでご利用中のお客様もポイント還元の対象になるということで、非常にお得なキャンペーンになっています。ルルカもこれ使おうか まあ、ルルカに関してはね YouTube のファミリーパックってやつかなに入っていてもうこれただのね YouTube プレミアムとはちょっと違うものに入っているんですけれど、まあ、これ使うことによってね10%還元されるなら非常にお得感はありますよねはいそしてキャンペーンの流れってのも書いてあるんで見ていこうかなと思うんですけれど YouTube アプリを起動して YouTube プレミアムに登録するねここほら YouTube アプリを起動して右上のアカウントのアイコンをタップしてメニュー内の YouTube プレミアムに登録をタップしてくださいこの時点では利用料金は発生いたしませんということでこちらねおなじみの YouTube アプリだと思うんだけど、まあ、こちらのここの部分ですねこちら タップして。 YouTube プレミアムに登録。まあ、こちらを押すと。そして、その2、使ってみる、無料をタップするということで、ページに3ヶ月間無料トライアルと記載されていることを確認して、使ってみる。無料のボタンをタップしてくださいということで、はい、こんな感じでね、対象になっている場合に関しては、3ヶ月間無料トライアルっていうのがね、記載されている状態になっています。この部分が記載されていない場合に関しては対象外になってしまうんで、まあ、実際問題ね、使ったことないんだけどと思う方に関しても、まあ、やってしまうとね、お金か,かってしまうので、まあ、ここが記載されていない場合に関しては、利用しない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずこれが記載されていたら、使ってみるっていうのを押してください。 購入手続き画面でお支払い方法を選択するということで、お支払い方法を選択して購入手続き完了してください。お支払い方法に楽天モバイルキャリア決算を選択すると、無料期間終了後の4ヶ月目以降のご利用料金のうち10%ね、1180円になってますので、118円がポイント還元されますので、おすすめですということで、実ね、約1000円ぐらいで YouTube プレミアムが使えることになります。非常にお得だと思います。で、決算の中でね、こんな感じですね。楽天モバイルキャリア決算を有効にする。なのでね、まあ、そもそも3ヶ月間無料っていうのが表示されている時点で、楽天アリミットのシム入っていると思うんだけど、楽天アリミットのね、 シム入っててていいいいななとと多分ここれ出てこないのででちゃんとね楽天アルミットのシムを挿しした状態で利用してくださ 4.YouTube プレミアムをも3月間無料で利用することができるってことで楽天モバイルなら YouTube プレミアムをも3月間無料でお楽しみいただけますそれ以降に関してはこちらですね4ヶ月目以降はご利用料金の10%がポイント還元ということで継続するのであれば10%還元のままね利用することができますしもちろんね3ヶ月間無料使った後にやめることも可能になっています楽天モバイルキャリア決算をご利用いただくと無料期間が終了した4ヶ月目以降もご料金の10%が購入月の翌々月 月日頃に楽天モバイイルから期間限定ポイントとして付与されます、まあ、期間限定ポイントですね。にはなっちゃうんだけど、付与されるっていうことで、使ったことがない人、まあ、初めて YouTube プレミアム使うのもいいですし、既にね、既存のね、YouTube プレミアムを使ってる、まあ、ルルカみたいな人に関しても10%ね、還元を受けることができるってことで、楽天モバイルがお得すぎる件ですね。そしてね、まあ、ポイント還元合わせてのお話になるんですけど、楽天モバイルキャリア決済っていうのを、毎月ね、2000円以上利用することによって、楽天の SPU、こちらに関してもね、プラス0.5%になります。なので、YouTube プレミアム利用することによって、1180円 使ったことになりますので、残り1000円ぐらいね。利用することによって、楽天スーパーポイントもね。+0.5% になるまあ、こちらも適用されますので、ちょっとね。頭の片隅に覚えておくといいんじゃないかなと思います。で、一応 android 利用者限定の youtube プレミアム3ヶ月間無料キャンペーンルールっていうのも記載されていますんで、軽くね。見ていこうかなと思うんです。けれど、キャンペーン期間ということでまあ、本日ね。10月20日から始まったキャンペーンになっていて、まあ、一応ね。終了日は未定になっています。はい、そしてキャンペーン条件ということで、上記各項目の期間内に12。3の条件は全て満たした。楽天会員の方ってことで、まあ今まで通りのね。一連の 流れれににはなっっってているるるんんででですすすけどど先ほども言った通りりね楽天アルミと入っている方でああば契約する必要はありませんここにも書いてあるね。1から3、いずれかの方でのお申し込みが必要です。すでにお申し込みされている場合は、新たなお手続きは不要となります。ということで、まあ、これからね、楽天アリミット持っていない方、新たに契約するってのもいいと思います。概要欄スタンド後にね、楽天アリミットのリンク貼っておきますので、まあ、そちらからね、新規だったりとか、も乗り換えとか、まあ、そういうのに契約していただけたらなと思うんですけれど、すでに楽天アリミト利用されている方であれば、そのままね、新規登録する必要なくね、YouTube プレミアムの特典は受けることができます。 お得になってます。キャンペーン特典ということで、まあ、YouTube プレミアムの月額料金が3月間無料になる。そして楽天回線対応の Android 製品をご利用の方のみ対象となりますって書いてあるんだけど、まあ、先ほども言った通り、iPhone をね、普段利用されている方でも、Android にね、シのをぶっ刺した後に、まあ、こちらの特典だけね、受ければ、その後に iPhone で見ることは可能になっています。別に Android で登録したから Android でしかプレミアムが利用できないってことはありませんので、まあ、普通にね、パソコンだったり iPhone だったり、その他の端末で見る際にも、自分のアカウントで録音していればね、YouTube プレミアムが発動して、広告とか出なくなってきますので、まあ、非常に、ね、便利じゃないかなと思います そして特典適用対象外ということで以下の条件に当てたまる場合は特典適用対象外となります注意してくださいね当社の提供するサービスなどの料金の支払いがお支払い期限までに行われず未納未払いが発生した場合に関しては対象外、まあ、当然ちゃ当然ですよね YouTube プレミアム YouTube ミュージックプレミアム YouTube レッド Google プレイ、ミュージックのうちいずれかの定期購入や無料試しを行ったことがある場合ということで YouTube プレミアムだけではなくてその他のね Google さんのやってるサービスとかも含めて以前使ったことがある方、まあ、無料お試しを使ったことがある方に関して 適用対象外になります当社社ままたたは楽天グループ株式会社が定める規約などに違反した場合、まあね、あるあるですね。その他当社が会員として不適切であると判断した場合。まあね、判断内容わかんないですね。楽天アニメと6のプラン利用開始がされなかった場合。まあ当然ですね、楽天アニメと入っていることが前提ですからね。で、契約者本人利用確認の不備や MNP の手続きの不備により申し込みはキャンセルになった場合。まあ当然の部分ですね。まあ基本的に当然の部分で対象外になると。そして注意事項ということで、まあ基本的に注意事項もね、特に変わった点はないんじゃないかなと思います。まあ気になる方はね、利用規約でもありますんで、しっかり 見てからねサービス受けるといいと思います。で、楽天アニメと6のご利用対象楽天モバイルキャリア決算リリース記念お支払い金額10%分楽天ポイント還元キャンペーンルールということで、まあ、先ほどね、3ヶ月間無料のね、特典を受けることができるプラスアルファそこから先に関してね、有料になった場合に関しても10%ポイント還元される。それに関してはまたね、別途違うキャンペーンっていうのが適用されて10%還元になります。それに関して記載がされているんだけど、こちらね、もうすでに2020年8月24日から始まってるキャンペーンで終了日未定になってるんですけど、まあ、とりあえずね、こちらのキャンペーンが継続する限り 10%還元ででで利用すすするるここととががきるっっててててて形ににないいますまあこのの関してもね、まあ、特定内容とかがありますので色々見てみてくださいはい、ということでね、今回のキャンペーンに関しては、まあ、n d r o i d 限定とは書いてあるんですけど、契約さえ n d r o i d ですれば、iPhone でも利用することができたり、パソコンでも利用することができる。そして楽天モバイルのキャンペーンって結構ね、新規契約するのと同時にしなきゃいけないよってものが多かったりとかするんだけど、今回に関してはね、もう既存のユーザーですね、すでに楽天アリミットを利用されている方に関しても YouTube プレミアムがね、3月間無料になる。まあ、さらにね、YouTube プレミアムね、すでに使っている方、楽天モバイル 決済にすると10%ポイント還元も受けれるよっていうことで非常にね使いやすいキャンペーンになっていますので YouTube プレミアム興味がある方はねこの期間に利用してみてはいかがでしょうか先ほども言った通りね YouTuber 側からするとね YouTube プレミアムでねみんなが見てしまうとうーんってなる部分もあったりとかするんだけど実際問題ね広告が表示されないってぶっちゃけすげえいいっすはいまぁルルカもねも YouTube プレミアム使ってどんくらいかな半年ぐらいですかになると思うんですけどまあルルカもシラスさんもね YouTube プレミアムに満足していて多分こっから永久にね YouTube プレミアム払い続けるんじゃないかなと思いますそう考えていくと 10%還元というのも年間で言えば千数百円、まあ、ここからね10年20年見ていくとかなり、ね、でかい金額になってきますので、まあ、実際10%還元がねいつまで行われるかっていうのはわからないんですけど現時点では非常にお得なキャンペーンになっているんじゃないかなと思いますので興味がある方はねこの機会にこの特典受けてみてくださいまた楽天アニミとねまだ契約していない方に関してはこれ以外にもね楽天モバイルに関してはナンバーポータビリティで乗り換えるだけで2万円分のポイント還元受けたりとか新規で契約してもねポイント還元受けれたりとか3ヶ月間無料で利用することができたりとか1ギガ未満であればタダで利用することが できたたりりとかねバグっっような特典他にもいっぱいぱありますすののででままねねね楽天アリミット利用ししいいしててていいいな方ににに関はは個人的には、ね、サブ回線で持つの、ね、非常あ、少し前にね、ドコモさんも大規模障害を起こしたんですけれど、なんか困った時に利用する。まあ、あとはね、こういう風にね、お得な特典を受け取るっていう感じで持つのが一番無難な感じ。で、実際もね、3ヶ月間無料で使える時期に、まあ、色々試してみてね、使い勝手がいいようだったら、さらにね、ちょっとメインに近づけたいとか、メインで交換するみたいな。まあ、そんな感じで使うとね、非常に便利になっていますんで、興味がある方に関しては、楽天アリミットのリンク、概要欄下のとこに貼っときますので、よかったらそちらから 企画してみるのもいいんじゃないかなと思います今後もいろんな動画毎日更新で上げていきますのでよろしければチャンネル登録いいなコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました